はい、皆さんこんにちは、エイトのお話です。今回はね、クワガタ採集方法のことをお伝えしたいと思うんですけど、今までね、Google ストリートビューとか、まあ、Google マップとかね、Google レンズとかを使ってね、いろいろクワガタ採集のヒントをお伝えしてきたんですけども、今回はなんと巷で噂のチャット GPT、そちらを使ってね、人工知能 AI はどれだけクワガタのことを理解しているかっていうのを調べていきたいなと思います。まあ最後の方にはね、禁断の質問、クワガタの取れる場所を教えてっていうのも聞いてみたいなと思いますけれどもね。さて、どんな結果が出てくるのでしょうか。今からね、早速パソコンで試してみたいなと思います。はい、それではね、チャット GPT を使って今からね、クワガタのこといろいろ調べていきたいなと思います。まあ、有料版もあるみたいなんですけどね、こちらは無料版ということになってます。ここにね、文字を入力するだけで答えが返ってきます。まずはね、クワガタ採集方法を教えてっていうことを入れてみようかな。はい、これで調べてみたいなと思います。早速ね、こんな感じでどんどんね、内容が打ち出されてきます。1番、時期を確認する。なるほど。2番、採集場所を選ぶ。3番、ライトを使う。ハンドライト、ヘッドライトのライトを使って木々や草むらなんかを照らしながら探しましょう。セット方法を用意する。強力な掴む力を持っているため手で掴むと逃げられることがあります。なるほど。採集する。木の枝や落ち葉の下にいた化合物がどうかを確認します。ライトに照らしながら捕まえてください。生態系に当たらないよう採集した化合物をすぐに離してあげましょう。ということで、採集だけでなくってね、いろいろ採集後のアドバイスとかいろいろ教えてくれてますね。以上がクワガタムシを採集するための基本的な方法です。採集する際には周囲の環境にも配慮し、安全に行うよう心がけてくださいということで、まあ内容に関しては合ってますよね。1番、時期を確認する。クワガタムシは主に夏から秋にかけて活動します。特に6月中旬から7月下旬が最も採集しやすい時期ですっていうのはもう全く合ってますね。2番、採集場所を選ぶ。クワガタムシは主に木の枝や幹、朽ち木、落ち葉の下などに生息していますっていうことで、まあそれも合ってるかな。林道や山道、公園など緑地帯で採集するのが一般です。ライトを使う。クワガタムシは夜行性のために夜間に採集すると効率的です。なるほど、夜がいいと。ハンドライトやヘッドライトなどライトを使って木々や草むらの中を照らしながら探しましょう。まあ、草むらの中探しても無理かなと思いますね。セット方法を用意する。まあこれは駆け出し棒とかピンセットとかそういうことなんでしょうね。5番、採集する。木の枝や幹、落ち葉の下など採集したいクワガタムシがいるかどうかを確認します。なるほど、落ち葉の下まで出てきましたね。ライトで照らしながら採集用のセットを使って慎重に捕まえてください。ここですね、また生態系に影響を与えないよう採集したクワガタムシはすぐに離してあげましょうということで、こういうことまで考慮して載せてるのはすごいなと思いますね。では次の質問、クワガタはどこに行けば取れますかっていうことを聞いてみたいなと思います。ポイントまで教えてくれるのか入れてみます。どこに行けば取れますか、これでいきましょう。どうだ、
あ、もう出てきてます、出てきます。めちゃくちゃ早いな。お、河川敷も出てきました。クワガタムシは一般的に森林や林道、公園や庭園などの緑地帯に生息しています。具体的には以下のような場所で見つけることができます。山林や森林の中、河川敷や湿地帯、公園や庭園、学校のグラウンドなどの草むらや秋木の周辺。またクワガタムシは夜行性のため夜間に探すと見つけやすいです。まあ一般的なことですね。ハンドライトやヘッドライトを使って木々や草むらを照らしながら探すと良いでしょう。ただし採集する際は周囲の環境に注意をし、採集倫理を守ることが大切です。ということでいいこと書いてくれてますね。では次はね、オオクワガタはどこに行けば取れますかっていうのを聞いてみたいなと思います。これでいきましょう。早速出てきましたね。オオクワガタは的に日本全国に分布していますが、その生息域は限られています。オオクワガタを採集するには以下のような場所を訪れるといいでしょう、ということで、まあこれも先ほどと同じような具体的なことは教えてくれないんですけど、一般的に知られているような内容が出てきましたね。まあ先ほどのクワガタはどこにいてるのかとよく似た回答かなと思います。はい、それではね、クワガタ界隈ではタブーな質問、クワガタのね具体的に取れる場所を聞いてみたいなと思います。近畿地方で、クワガタの取れるマンションをどっちでと、これで聞いてみたいなと思います。近畿地方でクワガタを採集できる場所はいくつかあります。おお、やばい、これはやばい。皆さんも独自に調べてください。本日は最後までのご視聴ありがとうございました。